おいおいおい。おはようございます。おはようございます。おはようございます。おはよう。その一度の話したね。サングラス取ってきた。サングラス取ってきた。俺が持ってきたマトリックスサングラス。マトリックスサングラス買いました。似合いますね。キアヌ・リーブス。おお。ありがとう、ミニングラスで。ミニングラス。ミニングラスないと。仕方ない。いやだよ。とりあえず今からリュウちゃんを空港に、ロサンゼルス空港にね、送っていく。はい。2時間半、2時間半だね、2時間半、これ高速で2時間半だから下道ゆっくり行って、で下道なんかあった？一本しかないんだよ。高速一本しかない。何週間ビニグラして、何週間まだ出してないから。めちゃくちゃ繋がってる。何があるんだろう。アマゾンがすごいな。アマゾンでしたね。数キロアマゾンで、ね、ほとんど独占してたのよ。5キロぐらいアマゾンでしたね。持ってる持ってる持ってる。賞味何キロぐらいでした？でもあれ1キロはあったよ、絶対で。ありましたよね。あったよ、アマゾン。アマゾン、アマゾン。あったです。ロサンゼルス空港着きましたね。イエーイ。街中の運転どうですか？最悪。最悪だよ。あれは絶対怖いね。本当。もうこの渋滞なんで全然進めるのがないもんね。ね、いや、りゅうちゃんここでお別れってことで、お疲れ様でした。早くね。あっさりしてる。別れの挨拶もねえのかつ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。ロサンゼルス空港に到着しました。はい、来ました。ここで龍之介が最後ですね。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。お気をつけて。はい、気をつけて帰って。3人もめちゃくちゃしすぎないように気をつけてください。もちろんですよ。やっぱあれも残り運転も気をつけて。そうだね。はい、ください。ありがとうございました。ありがとう、りゅうちゃん。楽しかったよ。良いお年を。悪かったです。良いお年を。年末まで会わねえから。じゃあね、りゅうちゃん。なんなら年明けだね。ありがとうございます。ありがとうございます。この3人で行くぜ、こちらは。じゃあ次は、ロサンゼルスの RV パークへ行く。うわ、めちゃくちゃ狭いぞ。大丈夫か、俺。すごい道だね。ダメでーす。ダメでーす。タガラ出た。タガラ出ました。めちゃくちゃ曲がるのも走るのも全部狭いね。だいぶやばいよね。あ、工事してんだね。これでか。スタート。 OK、 Let's go。 このサングラスでもうね、生きり散らかして。原色だもんね。もはや今からニューポートデューンズウォータークラフトリゾート。そう、どんな感じなんですか？なんかニューポートっていう海岸沿いのなんかあれがあるんだよね。おい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 。なんかあの海があって、でなんかちょっと内海みたいな感じ。そうそう、なってるんだよね。ニューポート行きましょう。おい、レッド。プールもあるでしょ。プールもあるよ。何でもある。それで低いんじゃないですか？ねえ、星いくつだっけ？ 4.4 だよ。星 4.4 ってなかなかよ。高すぎだよね。アメリカの人星高めにつけすぎだ。本当だよ。じゃあ向かっていく。よいしょ。もうぼちぼち海が見えてきますかね。あともうちょいかもね。家がない人みたいな。本当だよね。点々としてるよ。寝巻きでわけわかんねえサングラスかけて。たけし、ありがとう。すごい船みたいな感じの家があるとか。ちょうどこの1ブロック先っていうか、うん、この建物の奥が、そう、多分ね、海になって、船寄せなんていうんだろうね、港、雲、どう、なんていうんだろうね、うん、マリーナとかよく見るよね。マリーナか。そうそう、ニューポートマリーナ。そうそう。どうやって見つかった？お、どうだどうだ。おマリーナですね。見て、あっちもすごい。左すごいね。左もすごい。あんたさん左
あ、こっちか。あ、すごい、綺麗。ねえ、いい街だ。すげえ。ニューポート、すごいね。車社会、船社会、キャンピングカー社会ですね。本場ですね、やっぱアウトドアでも。ねえ、本当に。すごいよ。いつ家帰るんだっていうぐらいね、こんな遊ぶとこがあったら。だって一人帰っちゃった後か。ねいつ帰るんだって感じだよ。確かに。すごいね。走ってるだけでなんか、ずーっと今まで自然だったから、うん。街はいいね。ねえ、確かにね。一人だから、結構人も多いね。ねえ、確かにね。賑わってる。でも意外とグランドキャニオンとかは別として、うん、なんか他は結構予約できたんだよね、RV パーク。あー、だから土日だから混んでるってわけじゃなくて、グランドキャニオンだったら無理だったかもしれない。確かにね、うん、早めにまた行くんだったらもう日程決まったらそこで抑えておくってことですね。そう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 、グランドキャニオンに関しては。そうだね、1個しかないからですね。そう、1個しかない、そこしかないから、もし本当になんかキャンピングカーでね、グランドキャニオン行くんだったら、もうあらかじめ多分予約しておかないと俺らってなっちゃう。確かにね。ロサンゼルスには、今、ロサンゼルスのニューポートに俺らいるのか。そう。左方向です。左車線を使用します。そう、なんか、そういう場所だったらね、例えば、ロサンゼルスだったらたくさんいっぱいあるだろうけど、そうなの。もう、グランドキャニオンには一つしかないから。そう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 。したからね。それもね、分かんなかったもんね。そう、分かんなかった。まあ、これで学んだっていうことで。左方向で。ねえ、今回めちゃくちゃ学んだよね。そうね。いろんなことに。うん。人は10キロを10時間運転できる。いやいやいや、人は10時間運転できる。最悪ね。めちゃくちゃやばいんじゃんねやろ、これ。俺らキャンプしに来たんだよ。どう考えてもホテルだよ、これ。これはすごいな。すごいね。やってんなー。すげえ、リゾートじゃん。4.4 ですよ。よい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 よ。RVS だ、左か。あ、左だね、RV は。来た来たよ、来たよ。すげえ、ホテルじゃん。やばいやばい、ちょっとラスベガス超えるんじゃない？ね、超えてくる？超えてくるかもね。楽しみ。あ、オッケー。なんて言ったか分かんないけど。え？本当に？大丈夫？俺も全然聞こえなかったよ。まあ、あっちにエントランスがあるからそこでやれって言ってたと思うな。あ、そう。本当。まあ。どうしよう、言いって走ってたら面白いけど。確かにね。プールがあるよ。そうそう。プールもあるし、海も晴れるから。おい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 。一体どうなっちゃうの、TV を。ねえ。TV を。ちょっとチェスキー行きましょう。行きましょう。OK。着いたぞ。メインオフィスでチェックインしましょう。チェックイン。素敵だ。地図だね、これが。地図だね。そう、これ中に海が入ってきてるってこと？そう、ここがなんかあのせき止めてあるってか橋があって、うん、ここだけ宇宙海になってんだよね。へえ。ここがマリーナになってるから、うん、ここであの泳げるらしい。すごくない？クジラいるの？しかもちなみに ここがなんかマリーナベイだから、うん、ここにあの船持ってる人がここに止めてここで遊ぶらしい。へえ。金持ちの遊びじゃん。規模が違いすぎて、ね、これでいくらなんですか？これで1泊149ドル。だから2万円いかないぐらい。2万いかないぐらい、うん、へー、だからすごいな。これら3人だから、うん、それで2万円はいったんじゃない？150ドルでしょ。150ドルでも今155150円。150円ぐらい。だから100ドルで1万5000円だから。そう、あ、じゃあ言ってるわ、うん、22,500円。あ、そんぐらい言ってるもんね、うん、12,500円。でも3人でね。そう、プールも入り放題で。そう、海も入り放題で。そう、シャワーも浴びれるし、ランドリーもあるから洗濯もできる。うわー。じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、カリフォルニア感ある RV パークだね。あるね、すごくね。全然ラスベガスとまた違うね。ね、カリフォルニア感が変わった。
みんなキャンプしてますよ、兄貴。すごいね。日曜日だからまた。船乗って、車引っ張って、ジェットやって、海で泳いで、ビール飲んで、ご飯食べて、カジノやって。贅沢してますね。してますよ。これをマシンから。あ、できた。多いね。ワンコたちも結構連れてきてる人たちいるから。ね、そうだね。ね。いいね。ダメな場所もあるみたいだけど。はい。昨日の一昨日かラスベガスの RV パークのプールなんて犬と一緒に入れる専用プールありました。ああ、そうだね。なんなら俺ら最初そこで泳いでました。あ、まさかの犬用プール。犬用プールで。すごいよ。みんな大きいもん。もうほとんどみんな持ってるぐらいの勢いではあるもんね。そんなでかいタンクに来たら。どこだった？ここくないか。隣か。隣か。見えるっちゃ見える。230はここだ。230。あ、ここだね。うん。OK、OK。ちゃんと誘導係をつけて駐車らしていきましょう。オーケー。ハローイ。あ、どうだ。ルームチェック開く、多分開くね、開くね、オッケーオッケー、ありがとう、下セットしていく、はいよー、オッケー、レベリングしていきます。アミンディスやったのえーい、では準備していく。今日も給電、給水、排水まで全部できるのが RV パークでございます。電気かな。では一度つなげていきます。はい、お願いします。こちらにはこのホースで給電ですね。じゃあ俺ロープ出していくから。オッケー。あ、はい、オッケー。オッケー。どうしたか。ないんだ。あ、30アンペアしかないの。なんと。うん。給電の方。これ50アンペア。うん。こっちが変換。うん。これは30アンペアになる。うん。まあ、中で使えるワット数が変わってくるのかな。そうだね。で、今日の RV パークは30ワット。はい。どん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 。3時つなげていく。つなげていく。これもうなんか、あれがないね。どんどんどん。ね。一応ない。一応な。ありがとうございます。給水もお願いします。よいしょ。あ、そう。あとはこれで。オッケー。はい、ありがとうございます。そして俺が蓋をし忘れていた。最悪ですよ。これを蓋をし忘れるのは最悪ですよ先生。よいしょ。排水がこれ一番やりにくいんだよね。よいしょ。OK。火の入った。OK。でなんかこういったここにあるらしくて。はい。ここっぽいんだよね。ほら。面白い。全部集約されてるんだよね。初っすね。初はね、こんな感じ。この一台に。やっぱリゾート地だから結構設備がすごい整ってるね、これは。うん。そう、これ最近分かったんだけど、うん、最初すげえ臭かったじゃん。うん。あ、ちょっと待って。奥までね、入れなければ匂ってこないってことだ。あ、そうなんだ。そう、多分奥に入れすぎてた。了解です。ありがとうございます。OK でーす。そして本日も、この居住性を格段に熱くさせる開いてまいります、こいつら。
これすごいよね。ね。中の具合が一気に変わるよね。アパートだもん。中が。うわぁ。パーティーだ。ここまで開きました。オッケー。おい。それでこっちも。オッケー。はい。こっちも開いていく。オッケー。オーニングも出しとくか。出そう。今日30度。暑いね。ねえ。LED までついちゃってね。静かで。静かだね。太陽の影の割り。全然意味ねえ。全然影ねえ。あそこだけしかない。こんな広くオーニングだし。全然影ねえ。うんこすな。おい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 。アメリカですね。空いてる、まあぼちぼち人がいますね。すげえ、サップもやってる。こりゃ気持ちいいわ。ちゃんともうハマっすね。すごいよ。ヘイ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 。海ですね。ねえ。ニュービーチ。すごい。一応ルール読んでは。ルール読んでてください。いや。すごいね。これが RV パークね。プライベートビーチ。プライベートビーチ。すご。すご。んお炭入れねちゅうことはバーベキューして、うん、ビキニ見てバーベキューして終わったらここに捨てるナイスバーベですねナイスバーベあの焚き火台を使って焚きあのバーベキューしてるなるほどねすげえあなたのところに人がいるんだそう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 なるほどね自分で持ってきちゃまずいあそこが今日は使っていいってことあそこは空いてれば使っていいんだよへぇー。ワイドピットってことだね。なるほどね。でも点々ある。あ、やった。うん。ほんとだ。5つあるね。うん。3、金、5。あと、お酒が飲んじゃダメ。酒飲んじゃ。タバコも吸っちゃダメ。うん、うん。ほらほら。とりあえずなんか向こうの方にご飯屋さんあるみたいなんで。行こう。行ってみましょうか。おいっす。おいっす、気持ちいいね。うん。日陰はめちゃくちゃ涼しい。涼しいね。うん。いいえ、カリフォルニアです。ねえ。モエバーガー、ピーチバーガー、あとピザ。モエバーガー、ニコワッチ。何ですか ?IPA、コロナもあるよ。IPA でいい。IPA を2つください。アンダーさんは ?2IPA。いやいやすごい一緒にしたのに開けてくださいってナチュラルなんだよ分かっちゃったかもしれない今ファッション IPA Hey, thank you あ、同じメーカー Yeah, I gotta put it in a cup for you あ、いやいやいやマッソマッソマイスターいたいた。Thank you。ではでは。何日目？今5日目。5日目だね。ようやく見返してそれを見返してございます。りゅうちゃんとも和解をして、ね、これから3人で楽しんでいきましょう。やばい。うん。うまっ。うめえ。これいいな。いいぞ、おっちゃん。苦味少ない。苦味少ない。
ちゃくちゃカリフォルニア感あるな。ね。リゾートですね。大丈夫これ。すげえな。ホテル泊まるのはもちろんいいけどね。ああやってあそこをホテルにしたら、うん、すげえよ。快適だもんね。ね。しかも安いじゃん。安い。一週間借りてもね、うん、確か20万ぐらい。うん。なんだから大人数で行ってね。行ったら全然みんなで幸せでも。ね。そうだよね。いろんなとこ点々とできるし。ね。確かにね。待って。はい。ものすごいお魚がいたよ。また飛んでたぞ。また。どんぐらい？やばいわ。こっから見たからでも こんなんはあるんだ。絶対ここにいないけど。この辺1センチぐらいあったもん、この姿で。結構でかいよ、あれ。そうでしょ。ニューポートビーチだな。ニューポートビーチ。すごいよ。ここオレンジっつって。あ、そんなんいるね。でしょ？あれ飛んでるでしょ？でも全然来ちゃったよ。喧嘩すんなよ。いや早い。バージョン US いらないでしょ。やったな。アドスやったな。めちゃくちゃでかい。4ピースって言われたから、いや、いいやと思って、4ピース見ちゃう。まずは来ちゃう。イエーイ、Thank you。Thank you。はい、どっちだちょっと、ちょっと、ちょっと。そうだ、俺らアメリカにいたんだ、そういや。チューメイクラー。オープン。やったな、やったな、やったな、アンダさん。これはやばい。4ピース?4ピースって言ったけどね。YouTube で、YouTube で見る画角ですよ、これ。やべえな、これ。すごい。こっちはバーガーか。こっちもバーガーなんでしょ。これびっくりしたな。あれ？本当だ。萌えバーガー？ちょうどいいじゃん。行くか。行くか。じゃあどうぞ食べてください。行ってください。ピザ。いいですか、じゃあ。うん。すごい。めっちゃ熱いよ。青いパラソルがいいな。めちゃくちゃリゾートなんだけどね。あっちあっちよいしょよいしょ。アンダーさん78キロまで頑張ってください。もう頑張れないかもしれない。うん、うまい。美味しい。なんかのもっとすごいくどいかと思ったけど、普通にうまい。チンの、うん、いいんですか。チンの、いただきます。あっさりしてるよ。チーズだの。うん。へぇー。うほ、ん、トマトか。トマトのおかげ。すごい美味しいけど。結構。いいじゃんか。ライトだね。ライトだよね。うん。なんかガツンとくる。うん。もっと思いきや。うんうん。あ、ほんだ。食べていこうか。バーガー食べてください。うん。あ、いただきます。これは。めっちゃカリフォルニア。めっちゃカリフォルニアの人すごいね。いただきます。はい、痛い。これやばい、これやばい。すごいビーフ。ビーフ、うん、ピクルスもうまそう。いただきます。めちゃくちゃビーフの旨味ガツンとくるよ。これだ、これだ、これだ。バカリウマ。ガンガン食べていきましょう。はい、うまっ。うん、うまいだろうね。マスター。ちょっと気を許したら、うん、キャンピングカーで来たことを思い出せないよ。うん、無理だ。すごくない？え、やばい。なんか空いてるし、日曜日。高い。日曜日なんですね。うん、すごいあんな人いるのに、ね、みんな中にいるのかね。もうのほか外には人いないもん。それからそのここら辺に何だかセンターとかもあったから、あ、遊びに行ったりしてるんだ、うん、このスタイルめっちゃいいよね。うん、ウーバーを呼べるじゃん、どこでも、うん、だから俺らもね、ラスベガスでそこを拠点にして、うん、そこから遊び行ってましたもんね。うん、思いのほか、街の中に RV パークがある。あるね。全然郊外の、めちゃくちゃ田舎のとこに、うん、そういうのがあるのかと思ったら、ね、まあ、ラスベガスの中の方だったよ。街の、うん、
街中にあった。そう、なんか調べたらさ、うん、そのあのトレーラーで住んでる人もいるから、うん、ロサンゼルスとかでもあそこから出勤する人がいるらしい。だから近くにもあるんだって。俺もそれそう、なんか気になって調べたら、うんうん、そういう会だって、すげえなーみたいな。街がそれに合わせるってすごいなと思ってさ、うん、すごいね。もう本当に文化なんだって。ね。その後プールじゃなくて海入って、うん、洗濯物をして、うん、仕事して夜の時遊びに行く。いや、夜に備えていく、うん、すごくない？海あ、気持ちいい、気持ちいい、気持ちいい、めちゃくちゃ絵になる。気持ちいい、鳥も飛んでるし、飛行機も飛んでる。すごくない？いいっすねー。何ペー？何ペー？俺結構98ペー。98ペー？すげえ。すげーペー。カルフォルニアペー。気持ちいいね。これやっぱ乗れる。あそこでみんなキャンプしてるんですよ。あそこでね、みんなキャンプして、ちっちゃい車で、ちっちゃいっていうか普通の四駆でね、うん、買い物行って遊ぶ人もいれば、うん、ビーチする人もいれば、うん、いろんな人がいますよね。ね、いや、こんなに整ってたら来るよ。え、あ、なんか、あ、すごすぎる。すごすぎるよ。すごくない？こっちも入り放題だ。プール入るか。あ、行こう。うん。おはようございます。おはようございます。昨日プール入って、うん、ちょっとお昼寝しようって言ったら疲れが出たのか13時間も寝てしまいました。朝6時です。もう朝。朝6時。もう朝でございます。凄まじいお昼寝しちゃいましたね。気持ちよかったね。うん。腹減ったんで、ね、夕飯も食わず寝ちゃったから。ね。ね。やっぱあれだね、運転は乗ってる人もみんな疲れるんですね。ちゃんと何もできなかったの。やっぱ海外ってもあるかもしれない。あ、慣れないし。確かに気を張ってるんだろうね、多分ね、うん、話だから、本当に話をするだけの気を張るからさ、うん、確かにね。そうそうそう、英語喋るのに本気で出さないと。俺らレベルだと気合入れるもん、すごい。まあ、うん、まず朝ごはん食べてサンディエゴの方に移動ですね。了解です。うん、行きましょう、行きましょう。今山本君がそうみと、うん、たらこと、そうみとたらこ、こいつで下昆布、ちょっとバター、バター、バルサラゴパスタ作っていく。お願いします。お願いします。スターを入れて、再度固め、うん、便利だよね。ねえ、レンジできる、うん、しかも強い、強い、優しいね。結構強い。何ワットか書いてないけど、うん、早いもんね。早い早い、明らかに日本のやつより早いよ。うん、もう回ってる回ってる。最近あのレンジが壊れて、うちの、うん、オーブンレンジに変えたんだけど、はい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 、それまで回ってたんだけど、うんうん、どうやら最近のやつは回らないらしい。確かに。あ、来てた。ヘオト君の家は回らない。うちは回んないですよね。妻のお母さんがびっくりしてた。まだ回ってんの。怖いせん。ここに？ここに回ってんかな。ほぐれてきた、うん、バターでほぐして、うん、油分を広げていくと、油分を広げていく、滑らかにしていく。あ、そう、うん、安藤さん全部食べられちゃったら今。これ何個でも作れる。どんにめつゆしょね、やばい。うわ、めっちゃ絞るじゃん。よし、だってめっちゃあるからね。ちょっと塩味があるから、うん、添えれば、添えるぐらいで、うん、まあ、キャンプやるんだったらこれ
うどんただ茹でればいいだけだもんね。そうだね。いただきます。うん。うん。バリうま。バリうま。ほな、昨日できなかった洗濯をしに行きましょう。うん。すごい、アンダーさん、なんでこんなにいっぱいあるんだ。洗い物が。洗濯も多いね。ね。広いからね、ここも。はい。13時間も寝たからな。前日にね、ちょっと寝不足気味だったから、うん、俺も運転も答えたね。うん、さすがに。でもおかげで 大回復したから。大回復、こっからもう楽勝よね。え、こっから1時間ちょっとでサンディエゴ。そう、1時間半ぐらいかかるのかな。1時間半ぐらいでサンディエゴ。そうで、去年あのリパビルの、うん、社長の畑に連れてってもらった、うん、素敵なバーがたくさんあるから行ってみよう。行きましょう。なんと日本のカードでは使えなかった。なんかね、いろんなアプリ取っていろいろやってみたんだけど無理だったな。カードが登録できないですね。で、カードが登録ができないからお支払いができなくて、選択肢を回したい理由にしたいときに、バイランドリー探すか。なんかどっか次のアプリパッカー。そうだね。これからサンディエゴに移動していくので、色付けをしていく。OK。ここはブレーカーがなかったね。ブレーカーないっすよ。よし、電気抜いて、あとはトイレと料理で使った、あとはトイレと料理で使った水とシャワーの水を出していく。出していく。一応グローブ販売。はい。グローブはね、家から持ってきた。ね。こっちが、アイス。はい。はい、出たねー。ああやべえ奥までね、入れなければ匂ってこないところだった。そうなんだ。そう、多分奥に入れすぎてた。縮めていく。おいしい。アンダーグルー。それではニューポートジューンズ RV パーク楽しめましたか。いやぼちぼち寝てたから。寝たねー。まあプールはあの奥で入ってきて。そうだね、うん、気持ちよくて疲れてたんだよ ね、うん、ね、ちょっとお昼寝しようなんて言ったらこれ多分3時4時ぐらいから朝の5時半までにさ。オーケー。まあ今はもう充電満タンということで。そうだね。こっから次向かう地はサンディエゴ。サンディエゴ。サンディエゴの RV パークで、今回ちょっとランドリーが使えなかったんで。うん。サンディエゴの RV パークでまずは洗濯して。サンアウトドアサンディエゴ。星どんぐらいですか次は。サンディエゴベイ。海ってことだね。星 4.5。 おい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 、めっちゃ高いね。あんなさ、いつも見つけてくる RV パークがすげえとこばっかりだからね。ね、星が高いとこしかやってるから。はい、じゃあそれでは向かっていきましょう。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。昨日本当はロサンゼルスの夜の街をね、飲みに行く予定だったのはできなかったから、はい、このまま続きで。 OK、 行きます。行きましょう。レッツゴー。よし、シートベルト OK。 OK。失敗。前後回し。でけえから。でけえから。よーし、向かっていく。はい、安全運転でお願いします。レッツゴー。レッツゴー。一旦レストエリアで休憩していきます。イエーイ。ここはね、アメリカはこのハイウェイが全部じゃないだろうけど、ほぼほぼ。ただなんですね。そうだね。今まで乗ってきた道路は全部ただだった。うんうんうん。中にサービスエリアが少ないんだよね。少ないね。パーキングと。もう一回イグジットして、どっか街で休憩してまたすぐ乗るみたいな。そうそうそう。その代わりね、その辺には食べ物とかガソリンスタンドとかたくさんあるんだけど。うんうん。こっちにはそのほぼない中であるのがレストエリア。レストエリア。こんな感じで、まあ、休憩場所。うん。
そうだね、うん、こっちの左側が大型車かな。そっか、大型車か。うん、それで休憩しましょう。へ、うん、混んでるね。ね、よし、すげー、曇りだね。こっち曇りになったね、さっきまで晴れちゃったけど。ここに来て、オーケー、行きましょう。オーケー、休憩も済ましたんで、オーケー、こっからサンディエゴまで。はい、サンディエゴに世界一うまいハンバーガーが、世界一うまいハンバーガーハンバーガーがあるんですよ。スマッシュバーガー。以前ね、去年来た時は僕とアンダーさんはね、サンディエゴ行かずに帰っちゃったから。うめえぞー。そうそう、リパブリューの社長の畑君と一緒に食いったところでしょ。そう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 、それが食える。それを食べに、とりあえずね、RV パークに止めて、はい、それから支度してから食べ行きましょう。了解です。プラスカー、いくぜー。どうやら今日の RV パークも、はいはい、高速道路沿いにあるみたいで、もうすごいですよ。え、1分到着時間、到着時間1分なんです。あれじゃない？あれだな。おい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 、これはこれは軍艦見ながら飲んじゃう。昨日超えてくる。もしかしてラスベガスも超えてくるか、今日は。まずそこでラスベガス一番だからね。ねえ、アウトって。うわ、超楽しみ。おお、すげえ。あ、見えてきましたよ、RV パークが。すごー、兄貴。ここだ、ここだ、ここだ。これはね、いただきまーす。ね、なんか入り口がなんかめちゃくちゃごちんだけど。ちょっと待って、これはテレフォン、テレフォンするのかな、もしかして。サンアウトドア。到着しました。押し開ける。お疲れ様でした。押し開ける。なんだなんだなんだ。インターバル。インターバル？低くない？低いね。ウェルカムトゥーサンアウトドアさ、これ問題なさそう。うん。とりあえず、空いたんで、チェックインしていきましょう。あ、バスケットコートある。何？さすがアメリカ。さすがアメリカですね。欲しい。欲しい。ワンオンワンしかできない。本当だ。これは、チェックインどっちも両方。なるほどね。左に。あ、レジステーション。レジステーション。レジストレーション。そう。すごいぞ。待機場所がどこだろう。多分ここで待機だ。チェックインしていく。ストップヒア。ストップヒア。チェックインしたも入ったことがあった人だ。なるほどね。チェックインしていく。お願いします。行くぞ。マーケットマン。マーケットマンだ。結構充実してる。すげえ。ハスキーちゃん可愛い。Hello。かわいい。レジストレーションでチェックインしていく。ますかね。お願いします。あとボディランゲージで。ボディランゲージでどうにか。あります。ATM もあるからここでね、なんかカジノがすぐそばにある予定だから。またレジに行く。すげえ。普通のコンビニで。すごいね。あ、お酒もあるじゃん。はい。うわ。無敵だ。無敵ですね。あ、氷もめちゃくちゃあるじゃん。氷の量エグい。ね。こっちにはなんかアシストするものがいっぱいあるね。ね。カーライフをより豊かにしていく。豊かになりまくるでしょ。ね。お酒買っていこうかな。え、なんか買っていこう。もうビールないのに。ない。ワインもない。ワイン塩ちょっとだけ。白がちょっとだけ。ビールだけでいった。とりあえず外飲み行くもんね。うん。なんかじゃあスターターセットお願いします。ペアツを買って。ペアツ。最近食いすぎちゃったんで、今日はハートセルサーでいきましょうか。セルサーだし、追い込んでいく。フルーツパンチ、オレンジ、パイナップル、ジンジャーピーチ。まあ、セルサーは糖質がないんだよね。そう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 。アメリカで今流行ってるとか、結構多いんだよね。うん。ビールを飲まずに、セルサーにする人が。買っていける。ここで前は。じゃあ、スピンは終わりましたか。もうちょっとで終わりました。封筒っていうか、これがもうすでに上質なんだけど、今までで新しいのかな。新しいっぽいね。すごい新築だもんね。うん、このキーカードで電気を取るの初めてだもん。確かに。そっか、普通は今までパスワードだったもんね、うん、あの物理的なバチッパチッていう。そう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 。すげえ。そこはプールもあるし、ハロウィン仕様になってるね。ね、すごい綺麗。うん、いや、アメニティこんな充実しちゃってん
すごいんだけどね。めちゃくちゃあるぞ。どこにあるんだろうアメニティは。なんか番号が振ってあって、あそこにあるよ。そこにここら辺が全部アメニティになってます。あすごい分かりやすい ね。めちゃくちゃ分かりやすいぞこれ。とりあえずプール行ってタンクアップして、うんうん、パシャパシャするパシャパシャするもう早速先買っちゃってるし。お酒ペイおじさんだ。顔がペイの。顔が。Thank you。すごいな。今回すごいな、ね。今回1じゃない？今回やばいかも。1位来てるねこれ。ね。星 4.5 は縦じゃない。ね。ラスベガスの RV もすげえなと思ったけど、うん、あ、だって海見えるよあれ。水平線じゃない？おい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 。海沿いにあるから結構海も見えるって聞いてらしい、うん。すごいね。なんかすごい新しいからトイレとかもすごい綺麗だね。きっと。綺麗なんじゃねえのこれは。今我々はここにいるんで、はい、そこのすぐ入ってここだね。ぐーっといってプールが突き当たりにあるみたいだね。そのプールのとこ左に入ってって139番にバックで入れろと。そう、了解です。行ってみましょう。どんななんだろう、なんか楽しみだね。ねえすごい。だってあの見て遊園地遊具すげえ綺麗だしね。ねえほんと出来たてなのかな。あとそういうこれはねカートも新車だよ。ほんとだ。あと工場ちっちゃかったらここに決められるんだよ。あ、そうなんだ。ここに止められて、あのコテージを借りることができる。はいはいはい、はい。普通のレンタカーで来る人も楽しめんじゃん、RV パーク。全然行ける、ここ行ける。今すぐ予約してきたから。だったの概要欄から。概要欄から。まあ、俺らには何もないけど。英語喋れないと。ねえ。見てます。カフェなんだ、バー。いやー、すごい。うわー。バーあるじゃん。ほんとだ、バーある。あっちもうずっとここにいる。ここにいるか。今回はもうここでいい。突き当たりだからもうちょいます、うん、あそこのコブを抜けてからね。そうだね。すげえ。うわー。ザ・ゲートウェイカフェ&バー。キャー。かっこいい。海もね。みんなチルしてるもん、車で来て。うわー。選んだね。みんな陽気で優しいんだよな。そしてね、そなんでだろうね、うん、なんかここに来て嫌な思い一切しなかったね。ねめちゃくちゃみんないい人たちで、そういう文化なのかな。ねとりあえず目があったらハローみたいな。ねあそうね、結局リゾートですね。では139番に駐車していく。でここに駐車していけ。すげえ綺麗な RV パークなんだけど、ちゃんと誘導の人をつけてやっています。オーケードライビングテクニックが格段にどんどん上がってくる。あらあらい。オッケーはい、オッケー。その方の人ですか。はい。ドライビングテクがもうもうやばいね。パスタ下上げていきます。はい。そして、はい、レベリングを調整した。ほぼほぼレベリングしないとこ、すげえいいコツだね。さっきのところは砂だったけど、うんうんうん、ラスベガスと一緒で、ね、コンクリートだ。ファイヤーピットあるわ。え？おいちょ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 い。すごいのあるよ。おい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 。おい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 。あ、しかもこれガスじゃん。ガスのファイヤーピット。それもプロパンでなんちゃらって言ったやつ、それじゃん。そうだね。プロパンつないでやるんだ。あ、ここにプロパンを入れれば、うん、あ、使えるよって。ができるんだ。ああ、なるほど。オプションで借りれるのかな。そういうこ
じゃない、多分借りれると思うよ。へえー、やりたいね。熱っ。そしてこのロケーション、ロケーションエグ、ロケーションやばい。これこの旅一来たね、来たねやっとここだ、ここだ、ここだ、見つけた、ここを安住の地としていく。今回200だ、確かに。オーケー、いいとこ見つけたわ。それでは給電給水排水つなげていく。だってお前さん一番ここがね緊張するんだよな。緊張、緊張、緊張せよ。だって、うん、どうせよ、うんこと仕事できたら緊張せよ。今すっからかんだよね、今すっからかんだはず。あれだ、ほら見上げる人、あ借りてるのか持ってきてるのかねえ。これしかもこっちにバーディキュアやったの、これね。自分たち持ってきてるのかね。ああ危ない、危険物、いや危険物だよ。先ほどちょっと呼吸を出して、出して、よいしょ、だいぶうねってきましたね。ねえ、何回もやったら。ねえ、よいしょ。え、水道どこだ、これか、水道どこっすね。猫ついてた、これね、出しやすい方だ。はい、よし、よし、水をつなげていく。新しいですね、これ新しい、すげえ張りやすい、今まで一番張りやすいわ。すごい、これランがあるよ。あー、ランねえちゃん、ラン姉ちゃん、ヤマト君、ヤマト君、あのこの黒のやつをさ、押し込んでなかったんだよ、ダメだ、これ今開けたらさ、これ出てくる、じゃあ私が行きましょう。出てくる可能性あるぞ、これ50は押し込めなかった、レバーを。そう、ここ引っ張った、引っ張ったね、ここも引っ張った。さっきの混乱に乗じて出てたのかな。あ、で水で洗ってからそこを押してなかったんだ。なるほどね、来るかな、来るよね、きっとね。ちょっと待って、私やりましょうか。いや、大丈夫、もう出向こしてるから。お願いします、行くぞ。圧かかってる。圧かかってんな。あ、来た、ラッタ、怖え、怖えよ、行くよ。でも綺麗な、綺麗な、綺麗な押し込み、綺麗な押し込み。現実逃避するな。綺麗な押し込みなんかねえから。流すか、これ、ね、こちら。はい。50ワット。50ワット。オン。オン。オッケー。すいませんでした。ちょっと流そう、水出そう。確かに。これすることによって、中の居住スペースが広がって、めちゃくちゃ過ごしやすくなるということでございます。オラオラーイ、オラオラーイ、オラオラーイ、オラーイ、えー、オッケーイ、おーい、はい、バイバンチオープン。こっちがベッドルームがある方ですね。これが広がっていく。はい、オッケー。映像がただのリゾートなんですけど。そうだよね、リゾート施設にいるようだよね。ね、普通車で来ればね、あっち泊まっても全然ありだね。ね、で、定時的なもの。普通に日本の一軒家ぐらいあるよ、こっちだから。ありそうだね。これからさっき。どこだっけ、さっき泊まったの、ニューポートの RV パークが、そっか、ですか、はい、洗濯できなかったんで、そう、ロスじゃできなかった分を今洗っていく。いすごいよ、すごっ、ね、スカイデッキもあるしね、スカイデッキ、なんだこの優しく音楽が流れてんだよね、ね、ツッチャツッチャツッ、アメリカっぽいわ。ペイ何ペイ、これ82ペイ、82ペイ、まあまあ高い、うん、カードかかしてやこい、おげー、住んでんじゃん。住んでる、あ、どうぞどうぞ、はい、よ、あ、これ別スタイル、そう、多分ね、別だと思う、全然いいね、あ、すごっ、奥やばやば、プールがね、超綺麗なの、こりゃこりゃ
これ RV パークですよね、また RV パークそうだよね。やめやめ、日本でいうテントサイトみたいなもんですね、キャンプサイトか。そうだよね。もちろん入るな。アンダさんがバタフライしたいって言ってるから。え、アンダさんがバタフライしたくてしょうがないって言ってるから。バタフライマニアックだな、またちゃんとしたあのあれもあるね、遊具みたいな。本当だ、水遊び場がある。子供たち喜びそうだな。これ子供喜ぶね。ね。すごい、ここにいられる。レストランもあるでしょ。あるある。バーもあるし、カフェもあるし。いやー。一つの街があるんだ。ね。あのペイレンジ。ペイレンジ。っていうやつが、アップルペイも受けたからやっとできたっていう。ああ、はいはいはい。さすが。ペイおじさん、違いますね。ペイチャンネルの方ですね。意味がわからないです。ペイチャンネルの閉めて閉めて、おっしゃの2番と1番。で、もうここにログインしたらこの中の番号が出てくるんだ。そう、こんな感じで出てくる。なるほど。レストランドリーウォッシャーと、ウォッシャーが全部で多分5だね。5だし、5しかないから多分ここでウォッシャーで、あとは全部多分ドライヤー、うんうん、乾燥機。そう、すごい、間違いで人の回しちゃったらね、確かにあーってなっちゃうね。私は洗濯機、もう直入れタイプだ、ここは。これね、直入れタイプ。確かに、ちょいしょ。なんかついちゃうんじゃねえか。大丈夫でしょ。大丈夫。回していく、回していく。今アンダースさんがペイウズさんになってます。うん、アプリから回すってすごいね。ね、これが普及してんだもんね。ねえ、回ったー、イエーイ、おっしゃー、やっと選択できたよ。やってる、嬉しい。パンツ30枚回ったのに全部使っちゃう。ハンドジョブ、ハンドジョブボーイ、ハンドジョブボーイ。ジョイボーイ、ジョイボーイ、ジョイボーイいた。どこにいたジョイボーイ。ジョイボーイ。綺麗だね。めちゃくちゃ綺麗。ここはもう圧倒的ナンバーワンだ。ちなみにここ一番安いところだ。え？この上にプレミアムとかって。また今回はと、またこの海沿いまで行っちゃうとすると高くて入れなかったんだよね。うん、ああ。そう。そう、ここで一泊いくらですか？110とか20ドルぐらい。あ、そうなんだ。2万円しないんだ。2万円 しないね。しないと思う。3人だからだいぶみんなで来れば安いよね。安いと思う。すごいと思う。焚き火もあって、バーベキューして。ね、やっとバーベキューできたじゃん、今日。ねえ。このパンバーベキューしてるのかな。これバーベキューしてるって書いてあったよ。それはダメじゃない？多分ダメだと思う。詰まっちゃうと思うけどな。なんかバーベキューしていいって書いてある。バーベキューグリルを借りるんじゃね？グリルか。うん。マシュマロ焼くぐらいやったら大丈夫と思うけど。マシュマロかこれ。うん。そうだね。すごい。プールも入って、シャワーも浴びて、あそこで買い物をして、ね、夜はコンビニで好きな飲み物とご飯買って。ね、うん、結構あったもんね。すげえ。住めちゃうぞ。楽しんでいこう。ザ・ゲートウェイ・カフェ&バー。わかりました、した。カフェ・バー。ちょっとね、バーだよ。すごいね。これ RV パークの中ですよ。じゃあチキンと、マッパローチキンと、うん。あれですか。真ん中チーズステーキ。カリチーズ。カリチーズステーキ。オッケー。チキンもある。確かに。これチキンじゃないですか。チーズステーキだ。牛。ああ、そう。うん。鶏、牛。ああ、何だ。チーズ？ピザ？ピザ。カロリー聞いて。そう。うん。言いましょう。パンダちゃんは？あるかな。ちょっと聞いてみるか。パンチ？ジントニック。あ？ジントニック。あるっしょ。Excuse me。Excuse me。Yes。Do you have a ジントニック？What is it? Gin tonic. We have gin tonic. Gin tonic 2. We have aviation. Yeah. Bombay. 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 Yeah. Sounds good. Two, please. Two. Yeah.
コロナビア1。コロナビア1？はい。俺の思ってたコロナとちゃう。ね、バカでコロナ。そしてでけえ。俺の瓶だと思ってたら。ワンパイント8。FL、はい、700、800ぐらいってすげえな。お先いただきます。乾杯。うめえ。おいしい。ライトだ。ちょっとヘイジーばっか飲んだけど。ああ、帰ってきた。帰ってきた。ここか。ここ開けた。もうめちゃくちゃいいね。よかったわ。来ましたね。来ました。じゃあアンダーさんお願いします。ここでしたね。ここでしたね。やっといいところにたどり着けて、うん、はい、今日も楽しんでいきましょう。キャンプイン、キャンプイン。お疲れです、お疲れ様です。お疲れ様です。もう運転しなくていいの、すげえいいね。もうこれ最後だったね。そう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 。ここで2泊して、うん、いろいろサンディエゴ回って、ね、最後のね、一、うん、日がもうバタバタしたからね、うん、10時45分の芝居だから、うん、う朝、そうだね、12日はもう本当に帰るだけみたいな、了解、うん、じゃあもう本当に追い込んでいかなきゃ、夜中までね、頑張って、ちゃんと作ってる、ね、バーテンダーね、いるもんね。すごいよね。何が起きてるんだろう、アメリカで。夢の中にいるようで。え、本当だよね。このアルビパーク入ってから。ね。アルビパークのレベルがすごいよね。すごいと。安住の地を見つけてしまった。こりゃ通うわ。ね、仕事に。ね。今日でこっから出社する人がいるんですか。そうそうそう。アイウェイから1分だったの。ね。到着。よかったよね。うん、本当すぐそこ。ね。ここで休んで、次の目的地に行ってもいいし、うん、でここにでかいのって止めておいて、うん、ちっちゃい車で外回っても最高っすよ。で、まあ、しかも、今回のコテージついてるから、うん、普通のレンタカーでも多分普通に楽しめる。ああ、そうだね。そっちやった。そうそうそう。特に、あ、どこ？いや、もう、ロサンゼルス空港からもそんなに遠くないでしょ。遠くない。そうだね、1時間半ぐらい。いや、ここだね。みんな来てほしいね。ね。絶対楽しいよ。絶対楽しい。乾杯。あ、ここだ。だって、ね、飲食代はもちろん別だけどさ、プ、うん、ールもあるし、バーベキューもできるし、焚き火もできるしさ。何でもできちゃう。ね。なんだったら、フィットネスジムもあるね。ね。やれてるんだ。ここで消化して取ってきたら。確かに。そうだ、ここにいるだけで生活ができちゃうから、みんなで旅行に頑張ってここまでキャンピングカーでもレンタカーでも来て、うん、過ごしてみてもいいよね。うん、安いよ。安いと思う。何だろう、10何ドルだね。ね、一人で来たら結構の金額だけど、うん、みんなで割り勘とかになれば、すごい安く泊まれるよね。泊まれるもんね。いいかも。そうだよ、なんだったらもう夫婦とか行ってもいいしね。ね、こんな綺麗だったら ね、これ子供たちいたら超楽しいですよ、ね、絶対楽しいよね。いただきます。いただきましょう。いただきます。シャレテキン。いや、そうだ、今ピザから行くかな。マンスケッチ表だから食べようじゃん。じゃあチーズの量がいい。熱っ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 超熱いね。これまあまあ、はい、どうぞ。あ、どうぞ。必ずお皿がついてくるんだと、こういうことなのかな。あ、そういうことなの。そうなんじゃない、熱々のピザだから、ね、どこだか熱々だし、このホールで来るからね。あ、ちゃ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 、待って、ちょっと触れないぐらい熱いんだけど。いただきます。うまっ。なんだ、なんでなんで二人と触れるわけ。ハッハッハッ、うまここだったね、ここだった。やっとまあまあピザ食ってきた。ここでした。これだ。これですよ。チーズもちょうどいいね。うん、アイドルチキンの食べたほうがすげえ。飯もうまいし、酒もうまいし、青空だし、プールあるし、これやばいね。チーズピザアーリオ。これビール超うまいっしょ。バッチッとうまい。うまいっすね。
長く旅した旅してよかった。ここ RV パークだった。危ねえ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 。また一歩も出ないで終わるところだった。そうなっちゃうよ。こんなにいいとこあんだったここでいいよみたいな。ここでいいじゃん。酒もうめえし、うん、ね、でも不思議なのがさ、すんごい台数いてもさ、人って少ないよね。少ない。中にいる。人いない。ね。ね、例えば10いる、あるのとしたら、車が、うん。人は2割か3割しかいないみたいな。すごい。ね。あんまどっか遊び行くのかな。ああ、そうだね。ここも、これこそさっきレゴランド通ってきたし、ああ、そうだね。めちゃくちゃでかい動物園だった。そう、それすごい。動物園なんだ。うん。不思議に思ったんだ。あ、別にさ、誰にも合わねえね。そうそう。だから、どこにいるんだろう、みんなみたいな。だって今までの常識だったら、こんだけ人がいたら、中はガヤガヤしてないから、おかしいけど、うん、カウンターも1人しかいないし、うん、全然いないよね、うん、すごい、プールも全然人いないですね、うん、混むようなことがなさそうだから、それがよりなんかリゾートで来たりする、うん、まあ、今日平日ってのがあるけどね、なんか、ああ、そうかそうか、月曜日か、そうそう、アメリカでダイエットするの、相当難しいですね、うん、無理かもしれない、うん、いただきます。めちゃくちゃついてる。あっ、うまっ、うん、めちゃくちゃうまい。うまい、おいしいね。すごいな、ホッキホキ。これがだって日本のテーマパークだとテーマパーク味になるもんね。そうだね。これまあカレッジフットボールだったわ。あれ、あ、じゃあ大学生か。うん、すごい、大学生であんなに混むんだ。ねえ、超満員だよ。甲子園の決勝みたいな感じですね。毎回、あ、これもリアルそうなのか。決勝戦じゃない。にしてもよ。ヒーローになれるって言うんだよね。チンチン乾かないって言うんだよ。え？スーパースターなんだよ。え？どうした？もう一回お願いします。広げちゃダメ。なんでそんなこと知ってんすか。あ、面白い。いとこがアメリカに住んでるから。あ、そっかそっか。すごい、向こうまで続いてるの全部泊まれるんだぜ。すごくない？すべてが通ってる。ねえ。そして空いてる。飯も食ったということで、はい、スカイデッキ行ってみましょう。スカイデッキすごいね。もうすごいしか言葉が出てこないですよね。あ、太いすぎてこのパンツのゴムがひっくり返る。目安がおー、すげー、涼しい。厳しい風が急に通るの。ここで食えばよかったね。ここで食えばよかったね。ここで食えるじゃん。もう一回やる。もう一回食える。あ、すげー、パーティーじゃん。おい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 すごいよ。めちゃくちゃこの絵みたいになった。オープロの絵がすごいことになってる。カルフォルニカある。すごいね。こっち側から出れば食えたんだ。なるほどね。なるほどね。すげえ、めちゃくちゃ気持ちいい。風が強いね。ねえ、ここでした。ここでした。ここでした。見て。どういうこと？完成してるわ。ここだ。気持ちいいね。ここ絶対ここで食べた方がいいわ。ねえ。うん、ここで食えよかったね。ねえ。多分あの店員さんともあれだったろうね。なんでこいつらしっかり。ねえ。すげえ。チルですね。チルですね。これがリゾートですよ。みんなキャンピングカー置いて何してんだろうね。全然空いてるのすごくない？みんなレゴランド。みんなレゴランド。エンジョイ。すごいね。プール入り行きますか。プール行きましょう。レッツゴー。アンダーさんは？アンダーさんは違いないもん。ここでアンダーさん一人にすると大丈夫でしょ。威嚇臭くなっちまうから。車内が。車内がね。
OK! OK! いや、いや。すげえ。本当、町のプールよりすごいよ。そう。こちらの静岡にある。ね。すごい。プールっていう場所に行く施設よりもすごい。ね。うん。すごい、付属のプールとは思えない。うん。あ、本当だ、ここでも全然酒出して、あ、すげえ飲めた。こっちが良かったね。こっちだったわこっちだったわ、こっちだったわ、すごい。もしくしてきます。ここじゃねえよ。よし、気持ちよさそう。欲しい。ここだ。どんどん上回っていく。どんどん上回っていく。すごいよ。気持ちいい。気持ちいい。ここだ。ここだ。ここだった。気持ちよかった。向こう側にね、行くのかな、左側から行くのかな。なんだかジムもあるみたいな、うん、話をお伺いしたんですけど、すごい。レストルーム、ここでご飯も食べれるのか。うん。どういうこと。あ、すげえ。待って、見て、もう一列あった。すごくない？ここやば。構図がすごい。構図がすごい。ウーリングロードじゃん。カメラマンの人、これ必須、必見、ね、これはすごいや。すごいね。ってことはさ、シンメトリーで向こうにもアルバイパーズある。確かにそんな感じだったかも、地図。すごい。俺らがいるところなんて本当のごく一部だったってことよね。そうだね。ここにアクセス歩いて2分ぐらいだからいいよね。ね、いいところでも食べたいし。ああ、同じぐらいあんの。すごい。すごいしか出てこない。すごいよ。めちゃくちゃかっこいい。これで新鮮だ。コミュニティセンター。これだったら。キャンピングカーなくてもすごい楽しみ方できるんじゃない。うーん、確かに。ねえ、上にコテージもあるよ。2階があるよ。あ、ほんとだ。ここだ。これフィットネスセンター、すげえ。一瞬見てみる。そうだね。おい、またすげえって言った。ストップレーション。なるほど。すげえ。とりあえず1日アンダーさんもここで走らせたらいいんじゃない。確かにね。見て、すごくない？さっき言ったプールだぜ。プールだ、これ見る。これ使いたい放題、使いたい放題、ただで、ただっていうか、まあ含まれてんだろうね。うん、すごいな。いや、これ日本で見たら相当 でかく感じるんだろうな、これ、そうでしょう。日本通れる、ふもとっぱれにも行けねえんじゃない？日本ってさ、多分このレーン作れないよね、きっと。この広さのレーンを作れないよね。確かに。80メートルぐらいあるもんね。こちら広大だから。すげえ、めちゃくちゃかっこいい。なんでこんなに絵になるんだろうね。アメリカの国旗もいい感じだね。ここまで広がってくるからって説明してる。広げるのも怖いもんね。すげえな。なんと。ジェイ。おめえ、かわいじる。チャッパー、こちらくれよ。なんと、ランドリーにカートが。ね、向こうで仕上げする？あ、そうだ。ここで乗けちゃえば。あ、そういう意味で。うん、詰めるから。畳んでいこう。あ、めちゃめちゃ。え？俺のパンツに戻ってこいの。すげえ。なんで？モザイクするのめんどくさいからんださ。出してねえよ。俺でじゃないよ。洗濯物が復活しました。オッケー。アンナーさんのテンションが上がってくるよ。やったよ、俺で。
すごいね。もう住んでるね俺ら、うん、住んでるね。これ多分あの中学とか高校の時にさ、うん、部活の合宿がここだったら、うん、優勝したかもしれない俺優勝した優勝したかもしれない。その道で何で何だろう優勝したな俺すげえ。あっちの今この見えるじゃないですか建物バーって、うん、あの裏にも全く同じものがあるんですよ。あ、そうそうあるんだよ ねさっき見えてきた俺もすごいよね。すごいなこれ。で反対側にもこれが広がってんだよね。ね、すごいよ。おめでとう。アメリカの旗があんなに映えることある？いやいいね。すごいね。じゃあこの荷物置いてなんかセンター見に行こう。あ、そうだね。プロパンのレンタルに成功しました。イエーイ。これであのファイヤーピットで焚き火ができるんですね、うん、今日の夜は散るぞ確かに。でも焚き火するんだったらバーベキューしたいよね。確かに。でも買い出しにしに行かないといけないのか。そう、飯が今もうないから。そうだよね。焼くもんがないんだ。どうする？買い出しにどうすっか。明日考える？時間いいじゃん。いっぱいあるし、あの、ここは時間を考えちゃいけないかもしれない。そうだね。ここは本当に何もしない贅沢がありますよね。ね、ずっと座ってるだけ気持ちいいから、ね、はい、もうね、ひなたぼっこして3人とも行っちゃいかと思う、ね、もうちょっと出たもんちょっと出た。多い日ですね。いや、多い日のしかもなんかプロパンガスがあれなんかの借りれるのと買うこともできるらしい。あ、へえ、ここでなんか25ドルでレンタルで、うん、50ドルだったら買えるけどどうするみたいな。へえ、安っ、安くない？ね、意外とね、うん、そんなもんで、しかも持ってきてるでしょ、自分たち。そう、今、レンタルしたら、そうそう、持ってくの足りないなと思ってたら、すごいよ、持ってくよなんて言って、本当にみたいな。ちょっと僕、お手洗い寄ってから行きます。はよ、すごいです。プロパンが来たぞい。焚き火ができる。ライダープルーン、ライダーボール、ゲット。You see a little ball right there? Let's put it on the ball and put it on and to the side. Hi. Take each of that. Look, put it like this. Mm. In the middle. Push. 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 Ooh. Thank you. Thank you. You're welcome. すげえ。焚き火し放題だ。ねえ。来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。もう。安定したな。ここあとは日が落ちたらこれで日が落ちたらやばそうだね、うん、OK。 でもこれ強くはどうするの？あ、これが限界。あ、これが限界なんだ、うん、じゃあ食べてこう。おいしお疲れ様です。お疲れ様です。大丈夫？大丈夫？あったけえ、ね、うわ日がいいねやっぱり、はい、あ、どうですか、はい、この辺今までの旅で今日は。あ、今までの、そう、この1週間ぐらい旅して、うん、あー、でもただすごいコース作りがたいよね。やっぱりね、経験したことないことばかりだから、うん、だから毎日が新鮮だしさ、うん、これでどこ行くんだか新鮮だし確かにね。話変えたら朝アンダーさんに抱きついてるらしいですか？違う、気持ちなかったんですよ本当に申し訳ない。2匹ものすごいでかいキングサイズのベッドが後ろの方にあって、ケンチ君と俺は一緒のベッド行ってるんだけど、うん、多分2時間に1回か1時間に1回言うと、ん、必ず抱きついてくるんだよこえティッシュあるしな、そこに。こえのよ。いやいや、俺も怖いから。アンダーさんにね、催眠術かけられてね。かけられたら怖いですよ。俺被害者だからね。確かに言うと、あふれよかったな。まあ、それも新鮮だよね。新鮮ですね。食べていきましょう。うん。ぶっちゃけ何もさ、うん、プラン、大体な感じでしてないじゃん。うん。甘く。だから、携帯ばっかりで飯食ってるからさ。うん、旅だよ。うん、旅感がすごい、うん、
RPG ってこんな感じなんだなと思うもん。こんな快適じゃないでしょ。確かに。最初の方特に。確かに。最初は本当に。無限にやるからね。でもそう考えるその RPG もすごい人生を。そうだよね。描いてますよね。最初はすごく大変だけど、そこで行くのか諦めるのかで。確かに。たったそんだけの差なのに。よし。殿堂入りできるからね。そうだね。ゴールは。実際明日は多分最終日よね。うん、そうだね。飛んでいくから。あっという間だった。うん。ねえ。いや、なんて言ったって、明日俺運転しなくていいですよ。それだけで全然、ね、一日の楽しみ方変わってきますよ。確かにね。サンディエゴの方にも行きたいね。で、行こう。そのなんだっけ、世界一うまい。スマッシュバーガー。スマッシュバーガー。ザ・フレンドリー。フレンドリー。明日の楽しい旅にさらえていきましょう。はい。以上、それではまた、ぜひ、サンディエゴの動画で。で、乾杯乾杯乾杯あ、ちょいよ。ダウン。あ、ごめんなさい。アンダーさんやったね、これ。ガーリックじゃない。ニンニク。